こんにちは、はるちゃんです。皆さん英語得意ですかね？私はちょっと苦手なんですけど、英語を理解する上で必要なこといろいろあると思うんですけど、文章中の英単語の意味がなんとなく分かっていれば、まあ、なんとなく概要を把握することができたりするじゃないですか。というわけで、今回はいい感じに英単語の翻訳をしてくれる Chrome 拡張について、まあ、英語の授業をサボり続けてきた皆さんにご紹介いたします。今回紹介するのはマウスディクショナリーという Chrome エクステンションです。英単語にマウスカーソルを乗せると、その日本語の意味を高速で表示してくれるという Chrome 拡張になっております。インストールの方法はいつもの通りですね。概要欄にリンクが貼ってあるので、高評価とチャンネル登録をして、3回回って1と言えばインストールできます。それでは早速使ってみましょうか。まず重要な事項として、この Chrome 拡張を使うには準備が必要です。パズルのピースボタンを押しまして、マウスディクショナリーの右にある、この、点を押します。そうすると、いろいろ選択できるんですけど、オプションを今回は選択します。すると、新しくタブが表示されて、マウスディクショナリーの設定画面に飛びます。まあ、書いてある通りなんですが、まだ辞書データがないようです。フリーの辞書データを自動登録します。に対して、OK を選択します。すると、あ、来ましたね。フリーの辞書が勝手に登録されますね。まあ、英和辞典なので、まあ、フリーの英和辞典を使って、それを元に翻訳を表示してくれるというものらしいですね。よし、これで設定完了です。デフォルトで使用されている辞書は、EJDICT というパブリックドメインの英和辞書を使っているみたいです。大体、まあ、先ほども書いてありましたが、4万5000ほどの英単語が登録されているそうです。よし、これで準備は整いました。あとはもう使用するだけですね。よし、今回はサンプルとして Google Chrome のウェブサイトを使いましょうか。これ英語に表示されています。使い方としては、マウスディクショナリーのアイコンをまずは、普通にクリックします。すると、このようなコマンドが出てくるので、あとは英単語の上にカーソルを乗せるだけですね。それではやってみましょう。よいしょ。あー、出てますね。ビルド。これはビルドの過去形ですね。まあ、こんな感じで、過去形の元となった英単語も一緒に出てくるみたいですね。こんな感じで、かなり高速ですね。ブラウザー、ザ、バイ。まあ、ボタンの上のものとかは少し限られるものはありますが、このような感じでリンクなども表示されますね。Windows、Help、Make。あ、なるほど。Google という単語は登録されていないので、そこに載せても表示はされないと。で、Chrome は、そうですね。金属の方の Chrome が出てくるわけですね。まあ、これはしょうがないですね。Better、By、Automatically、Sending、Usage。あ、ちなみにこのウィンドウ動かせるので、邪魔になったらこんな感じで、横に移動できます。Sending、Usage、Statics、And、ちょっと待ってくださいね。これ変形もできるんですよね。よいしょ。キャッシュ、レポーツ、トゥ、グーグル。というわけですね。こんな感じで使用することができます。ただ、まあ、当然のように、画像の中に含まれた単語とかは検索できませんね。まあ、これは HTML から取得できるものではないので。といった感じになっております。まあ、かなり高速ですね。もう、なんていうか、ロード時間が全くないかのごとく表示されます。Discover more tools and resources。これは無料の辞書を使っているんですけど、なかなか、なんていうか、力不足を全く感じないほどの優秀さですね。もう、Chrome というものが入っているくらいですから、よほどの専門的な単語でなければ、おそらくこの無料の辞書で十分使えるかなと思っています。ちなみにこのマウスディクショナリーを作った方がキータの記事を公開しているので、中の技術的な仕様などがここに書いておりますね。動画概要欄にリンク貼っておきます。こちらの記事によると、英字郎という辞書データがお勧めされているそうなので、有料で良ければ、こちらを使用してみると良いと思います。中に含まれている単語数が、198万9500あるそうです。すごいですね。フリーだと45000ありますが、それで物足りない方は、こちらの英字郎を使ってみてはいかがでしょうか。辞書データの価格が495円だそうです。はい。というわけで、高速な英和辞書の Chrome 拡張、マウスディクショナリーでした。まあ、英語の授業をサボってきた人におすすめです。まあ、わかるのは英単語の意味だけなので、英文法の別居はしっかりしましょうね。皆さんはこんな大人にならないように気をつけてください。はるちゃんでした。